こんにちは堀秀夫です今日はねまあたまに恒例行事で出てくるバカッター騒ぎ、まあ、これを見てねまあ、やっぱり日本がそのバカッターのアルバイトに求める責任、まあ、それとアメリカが、ねえー、似たようなあるいはもっとダメなアルバイトに期待する 責任、まあ、これがね、天と地ほども差があって、まあ、だからこそ日本は仕入れ天国なわけだし、まあ、アメリカでサポートしててね、アメリカアマゾンのサポートをしていて、まあ、ミスを見つけたとき、ね、ミスがあって、それをどう,どうしてこういうことなんだ、知りたいというようなね、えー、要望を会員さんにいただいたとき、まあ、それ聞いても無駄。 ねえー、そ,のそもそもね、その疑問に回答する人いませんからというのをね、えー、言いたいとこなんですけど、ね、気分悪くて知りたいって言ってる時にね、えー、無駄無駄っていうのもね、ちょっとね、えー、なんか、なんだろう、気分を逆なでする効果しかないんでまあ、そういうね、えー、アメリカアマゾンのトラブルが起こっていない時にこの動画を見てね まあなるほど日本とはちょっと違うんだなと、そら聞いてもしょうがないし、逆ギレされる危険が大きいのも分かるなのというふうにね、ちょっと理解してもらえればということで、今日は日本のバカッターと、アメリカにいるねえバカッターレベル以下の人たちのね、仕事ぶり、それとえ日本とね日本以外の国の,その仕事に対する決定的なその違いというのをね、ちょっと話してみたいと思います。 バカッターね、ハサミを上げてみた、えー、お茶目な、えー、お寿司できましたみたいなね、セブンイレブンでおでん、口に入れて、ぼーっとね、えー、しかも、鶏箸で入れて、<laughs> まあ、まあ、こんなの余裕でね、えー、アメリカいますけどって感じですけど、まあね、えー、アップしちゃって、大騒ぎとアイスの中入、アイスの中入っても大騒ぎと。 で、この時ね、日本だと、ね、その親も含めて損害賠償責任というようなね、話をしてるみたいなんですけど、まあそもそもね、その今、この問題になっているようなね、きつい仕事で、きつい安月給の飲食店、ね、そして同じくね、まあ魅力は全く感じない。 コンビニのレジ係とかコンビニのバイト、ね。もう、バカッターをやると、ね、ひどいことになるっていうのも理解できないレベルの人しか働いてないというようなね、記事を見ましたけど、まあまあ、それもそうだろうなと。今ね、結構求人が良くなってますんでね、わざわざこの求人が良くなってるときにね、わざ、まあ、非常につまんないきつい仕事とかね、えー 単にきつくてね、えー、いろいろね、えー、嫌み言われる仕事とか、普通のスキル、能力持ってる他で働けるんだったらわざわざ働かないだろうと、ね、いうので、まあ、特に飲食業ね、ね、えー、バカッターをやったらどうなるかと理解できない人たちが働いてる、書いてあって、まあ、まさにその通りだと思います。で 最近ね、ここ、えー、数ヶ月言ってる、そのアメリカ・アマゾンの問題っていうのは、まさに、その日本のバカッター問題と、えー、同じような構図で、もう、アマゾンの倉庫で働きたいっていうのはね、ちゃんとした仕事をやる人たちは働きたくないというレベルまでもうなっちゃってます。アメリカの話ですよ。まあ、オーストラリアはね、政府がきすごいきつくし締め付けてますからね、アマゾンの倉庫だろうが何だろうが給料はいいんで、まあ、 どこの職場行ってもひでえやつはひどいけど、まあ、大丈夫なやつもまあいると、ね。ところが日本とアメリカは、ね、もう露骨に給料低いところはもうすごいのしかいないという状況になっちゃっていてます。そんなアメリカアマゾン、ねえー、ミスが多くなっているのは当たり前でミスが起きた時、ね、なんでこういうことになったか知りたいと。 いう話をね、日本の感覚だとします。何しろ日本人の感覚だとね、バカッターにも責任を負わせようと、なんならバカッターをね、産んだ親までひっくるめても裁判を起こそうというような厳しい社会です。まあ逆にね、いやいや、うちの息子バカですからね、なんでバカやんないように監督してないんですかというふうにね、考えるのがまあ普通のアメリカの感覚。 ね、あのいやむしろこれ、うちの息子、大騒ぎになっちゃってね、今後、バイトできないですけど、おクが監視してなかったせいじゃないですかと、まあ、逆切れで訴訟を起こす、ねえー、弁護士とかもちゃんといます。も、ま、と、あ、い、ねえー、バカッターにも責任を取らせるのが日本、ね、アメリカの場合、もう言ってもしょうがないと、分かってて取ってるわけだしね、まあ、そんなあの責任うんぬんって言っても、えーまあ、逆切れされるか。 ね、そもそもそんなの調べてる暇がないと、回らないと、そんなことしてたらね。いうことで、まあ、適当な仕事やってるやついっぱいいるんだろうなっていうのを前提のね、分かった上で、アメリカの FBS 倉庫は運営されてます、ね。だけど、アマゾンはそれほど痛くない。なぜなら、とばっちりを食うのは出品者だから。ねまあ、そういうわけでね、アメリカ、アマゾンは非常にきついんですけど、もう一個のね、話として、日本だとね、えー、例えば、 ホテルのフロント係に、えー、エアコンの調子悪いですと言ってね、で、しばらく直さなかったら、またフロント係ってなんで直さないんだとね、ね、えー、いうふうにそのフロント係に文句言ってるのは、まあ割とふ普通にやる人多いと思うんですけど、アメリカの場合ね、ね、えー、フロント係はね、受付でエアコンの修理人じゃないんで、フロント係にね、エアコンの修理って言っても、いや、伝言しときました、後は知りませんと。 ね、言われるのが、おちでお前が受けたんだろ、責任がとか言ったらね、このお客さんはちょっと、なんか、何言ってんだか、理解不明だし、まあ、可能なことなら、叩き出してほしいと言ってね、実際問題、普通に、警備員に叩き出されるというようなね、ことも起こりえます。なぜなら、役割分担と。 同じ会社とか同じホテルとかね同じレストランとか、まあ、そんなの関係なく受付をする人がいる、ね、エアコンを直す人がいる料理を作る人がいると、まあ、それぞれ分担されてるんでね他の人の仕事のことは知ったことじゃないというのが、えー、アメリカ流でさらに言うと、まあ、これアメリカじゃなくてイギリスの例ですけどね、えー、世界イギリス史上最高の最高のって最高金額の被害になった、えー、強盗事件 360億円の宝石取られちゃったという事件あったんですけど、なんかね、警備員は行って警報装置が鳴ったと。で、ドアを確認しに行って、ドアは閉まってたと。で、異常はなかった。ねでも、それ以上調べてね、強盗なんかにあったら大変なことになりますから、そんな危険手当まではもらってないんで、それをそれ以上は調べなかったということでね、まんまと360億円取られちゃいました。これ、日本だったらどうでしょうかね。なんで、えー 警備の仕事を頼んでるのにね、それ調べないんだと。お前が賠償するところ、バカッターの理屈でいくとなるんでしょうね。まあ、日本だと、たて時給1000円、2000円というね安、安い時給、あるいは安月給でも、命をかけて調べなきゃいけない。あるいはね、監督なくバカを野放しにされても、自分でバカをやらないように自制しなきゃいけないというようなね、もうあの、 管理側の責任を放棄したような形になって、すべてね、その現場に追っかぶせてますけど、アメリカそうじゃないと、ね。それぞれの役割があって、役割以上のことは一切しません。だから、間違いが起こったときに、なぜその間違いが起こったか、ね、それを追求する人いません、ねあの。間違いあるのは人間がやることだからしょうがないと。それを追求する人いません。 さらに、えー、クレームを受けたときにね、なんでそんな間違いが起こったのか調べる人、もちろんいません。ね、間違いを調べる人がいないから、いるわけがないと。で、プラス、ね、いや、それはすいませんでしたねと、謝る人、これもいません。ですから、まあ、アメリカアマゾンを使う限りにおいては、もうね、えー、ひどい運営になっているのはもうしょうがないと。その中でね、なんとか間違いを起こされないように、工夫して納品する。 あるいは間違いが起こされてもね、それによって大きなダメージを受けないように、えー、商品を選ぶというのが重要でね、間違いが起こった時に、ね、えー、まあまあそういうレベルになっちゃってんですと、まあそういう返事はしないんでね、当たり前ですけど、だ何言ってんのと、ね、あのこっちから問い合わせると、何言ってんのこいつだと、ね、嫌ならうち使わなきゃいいじゃないかということでね、えー、退場させられる可能性が非常に高い。 腹の虫が収まらないと言っても、投げに入れしする以外のね、なんでこの受け取りをミスしやがったんだとかね、早く送ったのになんで早く受け取らないんだというので、えー、とめても、えー、どう考えても事態は改善しない。ね、FBA で送った商品、なんか違う、受け取り始まらない、個数が違うって言ったときにね、えー、なんか問い合わせをして、 もうあのただでさえ追いついてない FBS 倉庫でこの問い合わせのなった人の商品ちゃんと受け取ってんのかなどうなってんだろうとか調べられるわけがないというのが、ねえー、実際問題なので店、まあ、があった時バグらしきもんがあった時もう今アメリカアマゾンについては、ね、しばらく待ちましょうとほっときましょうと、まあ、勝手に治るかもしれないし、まあ、勝手に治らない場合も、ねえー、問い合わせをしたりガンガン言ったからといって ヤブから蛇が出てくることはあっても、事態が改善する可能性非常に低いというのをね、まあ、どうしましょうって相談された時にこの話をするとね、えー、なんかね、うん、私が悪者になっちゃうんで、まあそうじゃなくて、ね、えー、何事もない時にこの動画を見てね、いやいや、アメリカアマゾン今ね、視野が大きくなったおかげで、あるいはね、仕事きついおかげで、まあ、 ひどい状態になってるというのをね、分かった上で、儲かる商品だけ選んで続けましょうと。私が、なんか、間違いがあったとき、アメリカ、アマゾンの仕事に間違いあったとき、なぜ質問をしたがらないのか。だって、あの、質問するとどうしてもね、咎めて責任追及とかね、早くちゃんとしろっていうことを言ってほしいってことになってるんで、それやるのはもう非常に危険です。なぜなら、自分たちの部署のね、 ミスを認めるぐらいだったら、出品者にケチつけて、出品者がこれなんかねあ、そういえばこれ問題のある出品者だからね、これ以前にも退場させた方がいいですよっていうのでね、えー、退場させちゃった方が丸く収まるわけです。まあ、そんなわけで、ね、アメリカアマゾン FBS 倉庫ではバカッター以下の人たちが働いてます。そしてミスは起こります。ミスが起こった時に、えー、そのミスをね、原因を追及したり、文句を言おうとすると、 えー、逆ギレされて、えー、アカウント削除になる可能性が高いということをねアメリカアマゾン分かった上で、えー、取り組んでください、まあ、そこまでね視野が拡大してひどい状態になっちゃったアメリカアマゾンよりは、ね、オーストラリアアマゾンに注力しましょうというのが今の私のスタンスですしねアメリカアマゾンの、えー、文句が出てくるために、ね、諦めてオーストラリアアマゾンに切り替えていきましょうというのはそういったわけです、まあ、日本のバカった騒ぎを見てね これに例えると、まあ、ちょっとは理解がしやすいかなと思って、アメリカ・アマゾンの現状、バカッターになぞらえてシェアさせていただきました。以上、堀秀夫でした。